皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日も美咲の部屋ということで、今日は、もうやっちゃってるんですけど、帽子に合うアレンジ方法を今日はやってみました。今しかもこのアレンジ方法をちょっと見ましょうか、はい、むちゃくちゃ流行ってるアレンジで、結構これを今回は美咲さんめちゃくちゃ簡単にね、セルフでできるアレンジ方法で作ってみましたので、いつも帽子アレンジにお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。それではお願いします、はい、それでは動画スタート。まず N ドットのバームをすくっていきます。手に取ってしっかりとなじませます。毛先中心にしっかりとなじませていきます。この時まとまり感がしっかり出るようにしてください。次に頭を4等分に分けます。まず耳後ろで1つ分けます。その次に後ろも大体でいいので半分に分けて、ダッカールで留めておきます。こんな感じで4等分に分けました。左サイドの髪の毛と右のバックの髪の毛を左の耳後ろの方にまとめていきます。ここでゴムを使って結んでいきます。次に右サイドと左後ろの髪の毛を右の耳後ろにまとめていきます。耳後ろでゴムを結んでいきます。結んだ髪の毛をちょっと空洞が下から空いてるので、指を通してくるりんぱをやっていきます。くるりんぱしたら毛先をギュッと引っ張ります。反対側も同様に下から指を通してくるりんぱをやっていきます。毛先もギュッと縛っていきます。髪の毛を前に持ってきて3等分に分けて三つ編みをやっていきます。きっちりやるのではなくて、結構ルーズな感じでやるのでも全然大丈夫です。毛先をゴムで結んでいきます。毛先の部分を持って三つ編みの部分を少し広げていきます。ちょっとボリューム感が出る程度で大丈夫かなと思いますので、崩れない程度に広げていきます。両サイド三つ編みをほぐして後ろに持ってきます。次に三つ編みの毛先をくるりんぱの中に入れ込んでいきます。しっかり毛先を入れ込んだら、その上からゴムを結んでいきます。きつく結ばないで1回だけでも大丈夫です。反対側も同様に結んで、一重だけでも振っても結構しっかりと止まってます。その上にキャスケットをかぶって完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。今流行りの帽子に合うアレンジ方法になります。よかったら参考にしてみてください。